ご視聴いただき、ありがとうございます。投資情報を収集をされている素晴らしい視聴者様に向けて、本日、注目の株式情報をお伝えします。今すぐにこの情報をチェックしないと予期せぬ損失につながる可能性もあります。この動画を見るとわかること。一つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。二つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。アイズの株価がストップ高の1993円に達しました。3日の取引終了後に、アイズがバリュークリエーションとマーケティング分野で業務提携したことが交換されました。この提携により、アイズのメディアレーダーを通じて、マーケティング支援ツールを検討しているマーケターからのリード獲得が期待されています。なお、今回の提携による業績への影響は軽微と見られています。RECOVERY、インターナショナルの株価がストップ高となりました。原因は、ELITH との業務提携発表です。この ELITH は東京大学の松尾研究室出身者が創業したスタートアップ企業で高い成長可能性を持っています。この提携により AI ソリューションを活用して訪問看護業界において看護師が最適な訪問ルートを自動的に選定するシステムが開発される予定です。今日良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。バリュークリエーションが急騰しています。同社はフィルカンパニーと業務提携を発表し多くの買いを集めています。今回の提携により解体後の土地の新しい活用方法を提供することが期待されています。特に狭小地や変形地、駅から遠い場所など、これまで活用が難しかった土地に対して新しい選択肢をユーザーに提供することが可能になります。また、適正な価格での解体工事の提供も目指しています。ワールドの営業利益は 66.5 億円で、前年同期比 16% 増となりました。この結果、上半期の計画73億円に対する進捗率は 91.1% に達しています。さらに、EC 売上が好調で、経費コントロールによって販管比率も改善しています。そして、6月の既存店売上高も前年同月比で 10.6% 増加し、7ヶ月ぶりに2桁の増加となりました。JE 域が大幅に上昇しています。その理由は、経済産業省の中堅中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金、二同社の新本社工場建設プロジェクトが採択されたことが発表されたからです。このプロジェクトでは、岡山県浅口市に新しい本社工場を建設し、生産能力の拡大や生産性の向上、さらに研究開発の加速を目指しています。川淵化学工業の上半期の決算結果は非常に好調でした。営業利益は前年同期比で 29.5% 増の2億円。純利益は同 59.7% 増の 1.9 億円となりました。これは自動車生産の回復によるゴム薬品の販売が好調だったことや、円安進行によって海外向けの汎用品及び特殊薬品の需要を積極的に獲得したことが要因です。また、特別利益に JSR 株式の売却益も計上されています。レナサイエンスは大幅続伸しました。3日の取引終了後、業績の情報修正を発表し、交換されています。25年3月期の事業収益を9000万円から1億500万円に、経常損益を 2.75 億円の赤字から 2.57 億円の赤字に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなりました。これは、皮膚疾患治療 RS5441 の独占的知識権を許諾するライセンス契約の締結により、米国の企業からマイルストーンとして10万アメリカドルを受領する予定だからです。TKSHA、テクノロジーがプライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を進めていると発表しました。これは、今後の中長期的な成長と企業価値のさらなる向上を目指しているためです。現時点では変更申請日は未定ですが、プライム上場実現に向けた積極的な施策が期待されています。住友化学の保有割合が新たに 5% を超えました。これは米国の資産運用会社ブラックロックの日本法人、ブラックロックジャパンが財務省に提出した大量保有報告書から判明したものです。これにより、受注思惑的な買いが入っています。アンビション、EX、ホールディングスが電通デジタルと協力して、生成 AI チャットを活用した不動産業界向けのセールス DX ソリューションのプロトタイプを発表しました。このプロダクトは、ユーザーが物件を検索するときに AI を使って情報を提供し、チャットでの会話を要約するなど、効率的なサポートを提供します。これにより、新しい物件の紹介から契約までのプロセスがスムーズに進行します。日清グループホールディングスは年初来高値を更新し、連結営業利益の目標を50億円に設定しました。これは24年3月期の実績である35億7900万円からの大幅な増加です。また、連結売上高目標を880億円とし、売上高の拡大と収益性向上を両立する持続的成長を目指しています。人的資本投資の拡充や、事業ポートフォリオと資本効率を意識した経営も重点事項としています。小森コーポレーションが銀行券や諸証券印刷設備を日本やカナダを含む10カ国から受注し、年初来高値を更新しました。受注金額は2023年4月から2024年6月までの期間で約200億円に達し、
これが好材料とされています。今期の収益に計上される部分も予想に織り込まれています。スマレジのクラウドポスレジ、スマレジの有料プラン登録店舗数が前月比530店舗増の 36,833 店舗となりました。また有料プラン登録店舗数とアクティブ店舗数は直近6ヶ月連続で前月比増加しています。ティムスは北海道大学との間で脊髄損傷治療薬候補の知的財産権に関する独占的実施許諾契約を締結しました。この契約によりティムスは脊髄損傷治療薬候補の開発を進めることができます。この契約は好材料とされています。アメリカの資産運用会社ブラックロックとその共同保有者が三協の株式保有比率を新たに 5.32% に引き上げました。これはブラックロックが信頼を寄せていることを示す好材料です。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。